トマス・メンデン・ホールは、アメリカ合衆国の物理学者、気象学者。オハイオ州生まれ。独学で数学と物理学を習得し、高校教師から、オハイオ州立大学の物理学教授となる。エドワード・ S ・モースの推薦で1878年、東京帝国大学の物理教師に迎えられる。富士山頂で、重力測定や天文気象の観測を行い、日本に、 地球物理学が芽生える景気を作った。また、本郷区本富士町に竣工した、東京大学理学部干賞台の観測主任となって、1879年1月から2年間気象観測に、従事。地震頻発を考慮して、干賞台への地震計設置を主張したり、日本地震学会の創立のために貢献した。1881年に帰国して、 オハイオ州立大学教授、アメリカ陸軍通信隊教授、ローズ工科大学学長、海岸陸地測量局長、ウースター工科大学学長などを歴任する。主要な貢献としては、理工学教育における各種の寄与と、重力測定、気象学、地震学など地球物理学に関するもの、また、土量光、メートル法、電気単位などの単位の問題。 海岸陸地測量局長時代の米国の宗教及び国境の確定などを挙げることができる。アラスカの氷河の一つにメンデンホール氷河があるのもこの局長時代の仕事に関連して命名されたものである。彼の遺産の一部は日本学士院に送られてメンデンホール記念賞の基金となっている。1918年にフランクリンメダル受賞。ありがとうございます。